ワクワク探検隊の楓です。はい、楓。はい。今日来てもらったわけなんやけど、はい、前回さ、はい、勝ったやつあるやん、はい、スマトラ、あのでかいやつ、はい、そうそう、痛そうなやつ、あの痛そうなやつね、そう、うん、あれを買ってきてから、はい、しばらくこのケースの中に同居させてたんよ。はいはい、はい、うん、おあのみんなが顎縛れって言ってたよ、はい、うん、言ってたけどもうめんどくさいから、うん、めんどくさいからおいおいおい、パリさんやってんな、うん、めんどくさいからこの小さいケースの中に、うん、もうオスもメスも入れちゃった。ああ、なるほど、なるほど、うん、でも、まあ、多分2週間ぐらいは経ってるんかな、メス殺しなかったね。もうじゃあ完全に成熟してね、とりあえずこれサナセット組もうかなと思って。よくわかんないけど怖いな、うん100ミリ超えてるやつ買ってきたから、はい、まあ、せっかくなんで、うん、まあ、サンラセット組みましょうってことで、はい、でなおかつ、まあ、動画にはしてなかったんやけど、はい、まあ、ウッディ用にバクテリア産卵木仕込んでるんで、あ、剤ね、はい、まあ、ちょっとそれも使ってみたいかなっていうのでVN 剤使うのいや、VN 剤もつけてるけど、うん、VL 剤ではないあのバクテリア産卵木の方使っていこうって感じでやっていきましょう、はい、はいはい、でね、ある程度もう部材は用意してるのよ、はい、後ろに箱、これね、はい、でここに微粒子産卵マット、まあ、楓の方が知ってるやろうから、はい、箱に詰めて産卵セット組んでいきましょう。お願いします。これに まず、ね、土を入れていく作業がね、うんうんうん、はい、これをね、ほんまはちょっとね、なんかホースコップみたいなのがあればね、うん、もう皆さん知ってると思うけど、うん、はい、やってる人はね、うちら手、うちら手で楓さんスコップ用意してくださいよ、顔、うん、いくら費用ないからね顔ね、うん、次回は顔ね、もうね、しっかりやっていくんで買いましょう、うん、買おう、ね、100均にいいのあるんすよ、あるん、はい、またその100均のね、昆虫で使えるやつ紹介したいと思ってるんですよ、うん、お、いいね、それもまたやりましょう、うん、はい、これね、まあ、ざっくっとやけど、まあ、こんな感じでまず進めていきます、うん、今回ちょっと贅沢にあの小林シャッターの台使ってるけど、うん、こんな大きいのっているん、いや、いらないです。いらん、中サイズぐらいのやつがいいかな、一番、本来はそんなにスペースは取らんってことよね。あ、全然取らないです。だ、今回ね、これ2本使っていこうと思ってるんで、うん、材を、はいはいはい、それでね、ちょっと大きめで、そういうことね、はい、はい、楽しんでいこうと。これね、うん、そこを片詰めした方がいいですけど、これプレスキュー、プレスキューいる、はい、うん、ちょっと待って、やばない、え、今何いるって言った、あ、ハンドプレスのやつなんかないっすか、はい、あちょ、楓この間誕生日やったよ、はい、で福屋から預かってんねん、お、マジっすか、うん、これ誕生日プレゼント、マジっすか、うん、これよいしょ、ちょっとドロドロの手で開けるの申し訳ないけど、楓に渡しといてって、おお、福屋は入ってる、何しとった、見て見て、これ何しとった、タイムリーなやつや、やばいやばい、タイムリーそれもこれちょっといいやつやん、うん、いいやつな、うん、うちにあるやつより多分作りいいと思う、これ、あ、そうな、はい、これでじゃあ詰めていこうと思います、はい、お願いします、深谷ありがとう、おらんけど、おらんけど、よっしゃ、これでね、まあまあこう僕の動画見てくれてる人やったら知ってると思うけど、こんな感じね、そこ片詰めしていきます、うんうんうん、このプレス機あるだけで全然違うからね、進みが、あ、そうな、はい、グーじゃあかんの、グーでね、まあ、例えば今やりたくない言ったけどやったらこれなんですよ、これわかります、このしんどさで、ドロドロになるし手表面だけでも嫌やのにそうか、そう、まあ嫌言うてもね、やっぱやってる時間は楽しいんで、うんうんうん、はい、まあ大体で言ったらね、3センチから5センチ片詰めしていただくのが一番いいかなと、はいはいはい、じゃあね、これ、はい、ガチガチに詰めました、あ、詰まった、どれぐらい詰まったの、ちょっとこれでね、もう、はい、こんな感じですね、何センチぐらいかな、これ、まあ、5センチ以下ぐらい、5センチないぐらいかな、はい、はいはい、これぐらい、まあ、ちょっとまだらで、はい、もうガッチガチですわ、はい、でね、これにじゃーん、おこれね、ワクワクで仕込んだこの材を、はい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 、これバクテリアね、バクテリア材、これね、タリさんがね、はいはいはい、用意してくれたやつ、これ、はい、これを中に入れると、ほう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 、はい、とりあえず1個ね、今回2個使うんで、はい、ちょっと隙間がある感じで、これちょうどいいんですよ、サイズが、へえ、もう1個、まあ、これ良さそうやな、良さそう、うん、これ、ああ、いいね、いいね、この形最高、ぶっといね、これ、ぶっとい、よっしゃ、これね、はい、これを入れていきます、へえ、はい、よいしょっと、パンパンやん、2つ入れたらパンパンっすね、はい、ちょっとこれでかいなでかい、でかすぎ、うん、よいしょ、うわ、爪が、爪痛
久しぶりに見た。1ヶ月以上ぶりに見たその剤。マジで、ね、これ、ね、つけてるやつ、ね、つけてるこれ使ってる、うん、もう十分っすよこれ。いい感じ、めっちゃうまそう。はい、こんな感じで、お両サイドにね、このメスがちょっと通れるぐらい、うんうん、これぐらいの隙間を置いてたらね、たまにね、ここに産むこともあるんですよ。あー、なるほど。はい、なので、まあ、まあ、基本ね、ここ表面に産むと思うんですけど、うんうんうん、まあ、産んでくれてたらラッキー程度ぐらいで、はいはいはい、ね、これで入れましたと、ね、またこっから、うん、ね、マットを足していこうと思います。マットを足していく、はいはいはい、はい、これね、うん、よいしょ、今もう入れてる途中なんですけど、うん、これ、よいしょ、こんな感じで、ささっと、はいはいはい、さっき転がした材の上に入れていく感じね。もう A3 南北だから絶対見ますよこれ。なるほどね、はい、バクテリア材なんでね。これは材の周りは詰めんでもいいの？そうですね、詰める場合もあるけど、まあ今回はこんな感じ、そこ固めたんで、ほうほうほう、このふわふわにして、はいはい、これでも全然産むんで、うん、これ1本やったらね、ちょっと固めてもいいかなって思うんですよ、中層ぐらいを、うん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 、まあ、ただ今回はもう2本入れてそこも固めたということで、これで調整していこうと思います、はいはい、なるほどね、まあ、スマトラ慣れてないんでね、まだ、うんうん、はい。あ、そういえばこれ加水忘れてたな。忘れてた。あ、でもまあまあまあ、ちょっと、うん、ちょっと少ないなこれ、うん、下のマットは結構水分含んどったもんね、うん、そうですね、うん、下のマットはいいんですけどね、この上、うん、上がちょっとこれあかんすわ、ちょっとサラサラ、うん、ちょっとあ、ちょっと若干湿りはあるけど、まあでもサラサラ確かに、うんうん、もうちょっと欲しいですね、もうちょっと欲しい、なるほど、まあもうね、めんどくさいし、うん、ちょっと今回ちょっとやりましょう。お、なんかあるやるな、天然水、この天然水、ね、天然水、お、はいはい、これやっぱ天然水っていいんですよ。あ、いい、天然はやっぱ、あ、天然やっぱいいんですよ、ね、それを、ね、うん、これをね、もう、はい、そのままね、こんな感じでタポ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 ね、タポマジマジオッケー、それで、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、オッケーね、オッケーオッケー、なるほど、あ、こんな感じでね、実にワクワクらしい、これにもうほら、ポンポンポンってしたら、あ、完璧、はい、ほらほら、もうほらこんな感じね、ああ、ええ感じになったでしょ、ええ感じ、ええ感じ、ああ、ええ感じ、ちょっと硬くなったでしょ、で、黒くなって、うん、これね、まあ、馴染んでくれると思いますわ、これで、あ、なるほどね、まあね、完璧やん、はい、うん、もう、平田なんか、こんなもんすやまあ、とりあえず産卵はね、こんな感じでいけると、はい、まあ、あともこれゼリーとメス放り込んだら、完璧です、はいはい、はい、じゃあね、次、これ、まあ、今さっきね、これもメス入れるだけなんですけど、これ、うん、メスちゃんの転倒防止剤、はいはいはい、まあ、木の割れてる何でもいいですわ、100均にも売ってますよこれね。あ、そうなんや、はい、まあ、時期にもよるやろうけど、これね、うん、めっちゃこけて起き上がりやすいようにするためにこんな感じ で隠れる場所にもあって落ち着くからね、落ち着く環境を作ってあげることが産卵にもいいっていうのを聞くから、やっぱり、はいはいはい、で、まあ、ざっとこう入れましたと、うんうん、で次は、まあ、こんなんあれやもんね、産卵木買った時に皮とかで出てくるから、そう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 、これですわ、はい、で、はいはい、次ゼリー、よいしょ、作りた、はい、あ、ゼリー作った、これ めっちゃ便利ですよこれ、やっぱゼリーは四隅に、これね、あ、四隅に、前回の動画でやってますね、前回というか前の動画でね、はい、はい、こんな感じで、半分やったら食べやすいね、はい、食べやすい、このゼリースプリッターね、安くてめちゃくちゃ便利なんでおすすめですね。あ、そうなんや、これで終わりっす。おお、めくらんでいいんですよこれ。あ、いいや、でこんで綺麗にね、もう結構長持ちもするし、んで、よいしょ、ついに登場、じゃーん、お、来た来た来た、これメス挟まれてないでしょうね、大丈夫やろ多分、めっちゃ怖いっすわこれ、大丈夫やって、多分首チョンパされてたら最悪っすよこれ痛くないな、ちょっとおっちゃんどけますわ、はい、怖いよ、まあまあどこでも、とりあえず、とりあえずとりあえず、まあ、その、うん、お、めっちゃ鋭になる、キレキレ、ね、どんな感じだろう、あー、よかった、生きてる、めっちゃ元気、元気、よかった、ちゃんともう相性良かったんかなこれ多分、ね、よかったよかった、よかった、タイさん怖いっすわもう、だってもう顎縛りとかめんどくさいやん、顎縛りはめんどくさいやろけど、スマートラマジで一番メス殺し多いと思いますわ、マジでマジで、はい、怖っ、ね、これね、はい、めっちゃ元気なんでよかったっすわ、はい、でこんな感じで、まあ、入れてあげます、はい、入ってもらいます、まあ、これでね、大体、うん、まあ1ヶ月ぐらい放置したら、まあ、幼虫とか卵で取れますよって感じですわ、1ヶ月、はい、なるほど、まあ、気になって、うん、まあ、1週間とかで掘り出しせへんしなあかんすね、そうやな、はい、でもな、次俺ら集まれるの5日後やで、あ、5日後、うん、マジっすか、うん、早くない、多分ね、うん、産んでないんちゃいます、5日やったら、産んでないから、まあ、このメッシャのやる気次第、うん、え、早っ、早速潜ってた、もう潜っていってる、いけんじゃんこれ、いけるかもしれんですねまあまあ産んでたらラッキーぐらいで、そう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 、うん、まあ、だって俺ら5、6個でいいやん、
あ、そう、5、6個でいい。全然いい。うん。うん、で、これ、うん、このオスもメスも、うん、まあ、今回動画のために3ラセット組ましてもらうんやけども、はい、これもビンゴに持っていきたいんで。ね、これね、うん、ビンゴ、ビンゴの虫ちゃん。うん、あんまり取らずに、できれば。うん、そうですね。うん、だから少なめでいいから、まあ、1週間、5日ぐらいで。まあ、5日っすね。うん。5日で卵採卵やってみましょう。やってみよう。まあ、産んでなかったらもうその時はその時で笑ってください。せやね。ね。うん。ってことでこれで完成です。産卵セット。俺らが仕込んだ産卵木も使えるんかどうかちょっと見てみたいしね。はい、うん、これねみんな楽しみやと思いますよ。バクテリア剤でね、ね、産むかどうかって。うん。まあ、これでまた5日後皆さんお会いしましょう。スマトラ大平田の産卵セットの割り出しをしていこうと思います。おー、イエーイ。これね、福屋じゃできへんからな。うん、ちょっと福屋にはこれは任せれないんで。そうだ。とりあえず材を出していきましょう。うん、出していく。おそらくもうこれに産んでると思うんで。おお、ほうほうほう。これね。でっかいやん、これ材な。うん、いい材っすよ、これ。もったいな。あ、もったいな。もったいなとかないから。はい、これね。はい。これ。とりあえずもう。どっちが4でんやろ。よいしょ。こっちは大丈夫。うん。こっちはもうね、多分ね、あんまりないと思う。まあ最終確認でこっちは。はい、もうどこからでこう材を見ていきましょう。はい。あ、ここ怪しいな。怪しい。怪しいな。うん。ここ怪しい。めっちゃ怪しい。怪しいな。もうこれはもう多分産んでるんちゃうかな。ほい。これは多分埋め戻ししてますね。なんでここは出てくると思います。これ出てる、出てる。ほらここめっちゃめっちゃ入ってるからちょっと木がね。怖。怖いねんけどね。小さ。あった。あった。ほらこれ見えます？ここ。ああ映ってる。映ってます？ほらめっちゃ映ってる。これ。あ、めっちゃ映ってる。あ、隠れた。隠れた。これちょっと出していきます。よし。ちょっとね、ここは慎重にならないと。そうね。カブトムシやったらね、外側に産んでるからね、やりやすいんですけど。浮いてるのに落ちてこない。ほら、めっちゃ見やすくなった。めっちゃ見える。あ、コロナだった。来た。これ。これがね、スマトラの卵。これ多分有性卵子はもう、ええ感じで黄色くなって、まん丸。あ、そうなん。はい。もう出てくる。うん、出てくるんじゃないですかね。まあもうちょっとかかるやろうけど。でもまあいい順調やん。いい感じの丸さですね。うん。こんな調子で探していきましょう。お宝やなもう。はい。同じとこに産んでないやろうけど一応確認だけね。違うとこ探しましょう。お、また削れてる。これはちょっと怪しいよ。この辺めっちゃ怪しい。お、これはあるぞ、多分。ある？お、あったあった。あった？ほら、ね、こんな感じで。めっちゃ表面ですね、やっぱり。あ、表面あった。クワガタはやっぱ表面に産むんでね、はじめは。すげえ。うん。これ、取りにくそう。表面やけど怖い。周りが狭い。動いた。いい感じ。はい、取れた。うん、よいしょ。はい、これ。これも綺麗なまん丸。これはもう優勢なんですね。もう2つも取れた。はい。で、その近くにちょっと怪しいとこまだあるんで、取っていきましょう、これ。はい。これが孵化したら、どんどん木の中に入っていくってこと？そうです。おー。それがあれですね。山でやってる割り出し作業ね。はいはいはい。だから中に入ってるんですね。この初めは表面に覆う。ブロワーで吹き飛ばす？ブロワーで吹き飛ばすのはやばい。絶対やばいから。ありましたよ。お、またあった。またあった。順調。見えますこれ。あ、土で。ここにあるんですか、ね。あ、あった。見えます？あ、めっちゃ見える。これね、ここにある。いいね。なんかさっきよりでかいような気がする。うん、これこっちの方がいい。え、先に産んだのかな。はい、はい、3つ目、これも綺麗なまん丸ですね。うん、うん、
じゃあ次探していきましょう。はい、割り出しはねちょっとワクワクしますねやっぱり。いやほんまに、うん、どこに産んでるかなとか見ててもおもろいもんね。さすがタリさんが用意した材はめっちゃエスわ。うんほんま、うん、最高っす。あっ、ちょっとやめあっもうちょっとやめあっ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 たやったん。もう4つ目やで、うん、早っ。あった今回ちょっとこれ見にくいかもしれないな。あれ？あ、落ちた落ちた。じゃあ落ちた落ちた。卵落ちた。卵落ちた。あったあったあった。うん、これ。はい。これもいい感じで膨らんでますね。おお。はい。よいしょ。もう四つ。うん、これでかいな今回の。四つです。もう十分じゃん。いやいやいや。まだまだこれからっすよ。まだまだこれからっすよ。これからだ。バイルやん禁止品あんまりいっぱい取ったら。うますよ。禁止便代高いですからね。そうやで。しかもこれバーベキューに持って行こうと思ってるメスやから俺。マジですか。うん。あんま取ったらあかんやろ。うん。あんま食べ過ぎたらあかんすわ。これ大平田ってどうなんやろな。何匹ぐらい取れるもんなんやろな。多分30とか取れると思うんですけど。30とか取れるの。うん。だって取れないもんか。はい。感じです。取ってる。ちんたる。こいつはこんなもんで、ちょっと一回放置しておきます。もしかしたら中にあるかもしれない。ああなるほどね、うん、はい、とりあえずねこれ1個目はもうこんな感じでもう全体的にもっと確認したんですけど置いときます。はい、はい、で次これまたこれもちょっと楽しみそうな色してね。もう1本ね、うん、はい、もう1本これ見ていきましょう。おーい、とりあえずそう、あったー、もう出てきた。早かった早かった。後で産んだやつかな。うーん、やっぱ2個入れても産みますね一緒に。うん、産むね。もうここへ、うん、1個に産むんじゃなくてちゃんと2個あったら2個とも見てるんですね。うん、このもろもろのところがあるね。あったあったあった、ね、見えます、うん、うん、これね、はい、取れましたね。クワガタ系やってる人は分かると思うけどやっぱこの卵で取り出す場合ってめっちゃ怖いんですよこれ。あ、そうなん。プチっちゃいそうでしょ。うんうん、カブトムシって土やから取り出しやすいけど、クワガタってこういう木に産んでるから、うん、これ楽しいけどちょっと怖い、力加減が、うん5、6、はい、6個目ね。よし、順調順調。よっしゃ、次。おこれ今度からこれはやすいぞ。そうやね、これ産卵セット組んで5日ぐらいやもん、うん、幼虫になるのはまだ早いっすわ。5日で幼虫はないっすわせめて1ヶ月とか置いてたらね、うん、なってるんですけどね。今回は卵で出すということで、うん、この卵での割り出しをみんなにワクワクしてもらうために、ね、そう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 、次は1ヶ月ぐらい置こう。そうですね、1ヶ月ぐらい置いて、うん、幼虫と卵で取れるような。そうそうそう、もうこの、ね、この材もバキバキに割ってね、この材割るのもまた楽しいからね、うん、これね、これ視聴者の方ね、僕スマトラとかパラは、まあ、平田系全然やってないんで、うんうんうん、分からないこと多いんで、うん、アドバイスをいただけたら嬉しいです。いいね、ちゃんとしたことがないね、かっこいいなって思うんですけどね平田もね、うん、穴のところで遊ぶんかなこれ。でもこれ結構追ってますね、うん、怪しい。久々のありそうなやつ、ちょっと慎重に。そう、入れてからだってそんな立てないですもんね、これ。そう。まさかな。
透明度があった気がしたから。でもたまにあれですよ、中に幼虫入ってるでしょ、知らんやつみたいやね、うん、クワガタやってたらツイッターとか見とったら、はい、あのたまに気持ち悪い幼虫入ってる時あるからね僕もなんか何回か動画する前はあったんですけど、うんうん、あそうなんや、はい、ミルワームっていうのかな、なんかあのウニョウニョしたやつ入ってましたね、一回。ちゃんと処理をしてないからですね、あの水につけてやるだけじゃしないみたいです。チンかけるやつとか、レンジの。ワクワク探検隊。これ今さっき見てたけど、俺ボーミンの忘れてた。どこ？あの横ね。まあ産んでなさそうやけど。あそこ？なんか、うん、こっち土がすごい多いから。ちょっと見ていこう。お？お？なんか怪しいとこ発見。そんなとこ産む？こんなとこに産んでるの？まさか。あ、あったあった。あった？あるあるある、ちょっと見にくいけどありますよ、これよ。こんなところに産む、ほらほんまや、ある、えらいとこにあるすげえ狭よ、産んだなこれよ。ちょっとね、今回は木を割らずにやるということでこれで出します。よいしょ、あ出た出た、ね、8個目。まさかこんなとこから出てくると思わんかったさ。デッドスペースを有効活用してるな、ね、ほんまに。へー、そんなとこ思うんや。ちょっと探してみよう。まあ基本的にはね、少ないと、まあここから入っていってたら別なんですけど、うん、他のクワガタみたいに。ただ今回平田なんで、まあ、なかなか珍しい。こっちはないですね。たまたまかな。まあもうちょっと長いこと入れてたらね、産んでると思うんですけど、うんうんうん、今回は軽く産卵セットの割り出し、はい、これね、まあ約、まあ、1週間やって、うん、合計9個、9個、9個、ね、上々や。 1週間で9個やったらまあ全然いい方やと思いますね。うんうんうん、メスちゃんも結構産む気やったんですね、これは。産む気やったんかな、うん、全部ちゃんといい感じで丸くて黄色い感じ、うん、いいね、いい卵ばっかりでしたね、うん、じゃあ次は1ヶ月寝かそう、はい、そうですね、うん、1ヶ月寝かしてまた、はい、割り出しましょう。はい、はい、じゃあお願いします。あ、お願いしますやっぱ俺がやるのまあまあまあこんな感じで、はい、また僕割り出しするんでお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、では今回このサンセットの割り出し動画を終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、またね、バイバイ、バイバイ。最後まで動画を見てくれてどうもありがとう。他の動画もおすすめ欄にあるのでぜひ見ていってください。またチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもたくさん待ってるよ。それでは皆さん、またね。バイバーイ。